い、お疲れ様でございます。それでは久しぶりにメールの返信をプライバシーに配慮しながら進めていこうと思います。一般公開動画でございます。まずですね、 FX のことですけども、今回はデモトレードをしていましたよっていうことで、返信の方いただきました。2回決済して利益が出たということだったんですけども、今回ね、私の相場解説の通りに売買をしたらしいんですけども、それで利益が出たという結果だというふうに、謙虚にね書いてくださっています。でこれはですね、一つの例として何を根拠にそう決めたのか、そしてシナリオ通りにいかなかったらどうするべきなのかってことを相場解説としてお話してるんですね。ですので if 前思考っていうんですけども、もしこうなったらその時はこうっていうふうにこちらから修正のシナリオを最初にね考えておくんですよ。で大体シナリオってのは1本だったら迷いがないんですけども、2本目3本目っていうふうに考えてマックス3本ぐらいですねシナリオを考えておきます。でおおむね一発目のシナリオ通りに行くんですけども、そうならなかった場合はシナリオ2シナリオ3になるよってことで、シナリオ3まで全部がうまくいかなかった時っていうのはもう完全に最初からテクニカルを読み違えていたねってことで、それはそれで反省材料にするんですよ。というのが根拠にしたものが悪いからストーリーがそっちの方向に進んじゃったってことなんで、じゃあ別の根拠を見出せたんじゃないのっていうところを事後解説という形でね、ああこういうふうに根拠立てていけばよかったんだねっていうふうに振り返ることになります。これをだからねノートに書いておくっていう方法があるんですよ。私の場合は動画で残してるんで、かえってね動画だったらねチェックしにくいなと今思ってるんですけども、ただ私は動画でお見せするってことを前提で FX を始めてましたんで、だからノートに書くよりもね最初から動画にした方が良かったのは、これはもうそれで仕方がないかなと思います。ですのでほとんどの方はノートにどんな根拠でどうなるかっていうストーリーをね書いておくんです。ストーリーってのは言ってみれば予測みたいなものです。でそのストーリーが思いつかないってことはまだテクニカルの基礎が入ってないってことなんで、テクニカルをしっかりやっておくこと、そして肝心なのはデモトレードで勝ち越すようになってからリアルトレードに進むってことなんですよね。はい、で計画通りに FX ノートをつけようと思います。はい、つけた方がいいと思います。びっしり書く必要はありません。例えばここでバイここでセルっていうふうに決めた、その根拠はっていうふうな書き方で根拠をだいたい3つぐらいそこにまとめれるといいですね。そうするとそれを見て私もこれはこういうふうに考えた方がいいんじゃないの、もしくはこの根拠はこっちの方が強いんじゃないのっていうふうにお話しすることができます。で根拠の例として坂田五法がそのまま当てはまったりとかね、エリオット波動がそのまま出てくればいいんですけども、そうはいきませんから、そういう場合は4時間で見た場合とかね、1日足で見た場合とか、それから15分足で見た場合みたいな別の時間軸から見てこういうふうになってるよとか、今は材料がこのように働いてるんでとか、それから力点がここにあるから、力点っていうのはねちょっと後で説明しますけども、力点がここにあるからっていうふうな書き方だといいと思うんですね。はい、結果反省点その日の振り返り、はい、そのあたりを記録していこうと思いますがってことなんで、感情も書かないといけないところあると思いますけども、おおむね感情ではなくてテクニカルに基づいたストーリーの展開と、それから振り返り反省点っていう風にした方がいいと思いますね。で、画像に補助線を引くためのやり方がいまいち分かってませんってことなんで、これは別動画を撮って、ちょっとねアップロードします。力点の付け方ってとこでね。はい、でこの FX 記録ノートを記しながら、FX オリガルヒの基礎をやるとかね、それから中級編をやるとかで講義も見ていく、でコンテンツの日々ってやつを全部見る、勉強方法はこういうのでいいと思います。で私はねやっぱりいつも思うんですけども、ずっとやっちゃうとこれはこれでね、集中できている人はいいんですけども、息切れしてしまうと思いますんで、私はねおすすめするのは FX をやる曜日をまず決めるんですよ。週に1回でいいんでね、最初は週に1回水曜日は FX を最優先する1日を送るぞって決めて、でこの日だけは FX をやるっていう風にもう意識づけをするんですよね。その代わり例えば月曜日とか金曜日はチャートを見ませんでしたってことに罪悪感を持たないことです。曜日によって難易度は明らかに違いますから。でその中でおすすめするのは火水木が月金に比べて難易度が低いよっていうのが、おおむねの週で言えることなんですね。でその中で仕事にもよりますけども、水曜日を選んだらいいんじゃないかなと思うんですよ。ただし
土日しか休みがない人ってのはね結構苦しいです。平日の動きが見れないからですよね。でそういう方はですね、一日の終わりに、平日の終わりにその日で起きた日々ってやつをずっと見ていくといいと思いますし、そのためにね、チョイスした曜日のを必ず見るよっていう形、例えば水曜日の相場解説は全部見るよみたいなね。私の相場解説2分から3分の解説でまとまってますから、1日中見てもね30分ぐらいで終わると思うんですよ。だから週に1回30分 FX の勉強のために、土曜日日曜日に休みの方は土曜日日曜日にそういう風にね当てていただいて、でもどっかでトレードってのは平日やることになりますからね。だから土日しか未来永劫休みがないって方は、はっきり言ってね、これトレードができないと思った方がいいですよ。だから平日のどっかで休みが取れるような環境の方が FX でうまくいきやすいです。今までもそうでした。やっぱり平日に FX 付けにできるような日が1日ある人の方が先にうまくいきますね。で月曜日から金曜日まで基本的に仕事で FX のチャートを見ることができないんですって方は、これは別のアプローチがあるんで、基礎を学ぶところは一緒なんですけども、実際にデモトレードからリアルトレードに変わるときにやることが変わってきますんで、ここは私がそれは特別にねまたやり取りさせてもらいますということになります。はい、勉強はこんな感じで大丈夫ですかってことなんで、実際ねこれノートをつけたときにノートを見せていただければ評価できます。まあ、こんな感じでやっていけばいいですよって毎回見せてもらう必要はありません。どっか1ページ見せてもらえばいいです。今日ノートをつけたのはこれですみたいなね、ぎっちり書いちゃダメですよ。ちょっとでいいんですよ。そんなにたくさん書くことないですから。で、勉強の仕方は基礎用語中級編、それから講義はその都度見ていただければいいですね。それから日々をすべて見ると、はい、これは勉強の進め方でした。これが妥当です。で基礎用語っていうのはね、最初の3ヶ月ぐらいで終わっていくと思いますんで、いずれ、やらなくなると思います。でたまにまた一からやるっていう時間を設けてもいいと思いますけども、まあ、基本的には基礎用語っていうのは、なんか最初の3ヶ月でもう頭に入っちゃうんじゃないかなと思いますね。それからテクニカルの方ですけども、最初の半年間でこれも入ってしまうと思いますんで、また一からやり直すっていう機会っていうのは、まあ、あった方がいいんですけども、多分もうデモトレードを繰り返した方が、そこからは早くなると思います。ですので最初の3ヶ月は基礎用語、最初の6ヶ月はテクニカル、 FX を始めて半年ぐらい過ぎたあたりからデモトレードで、デモトレードに集中して、そこで勝ち越せるようだったらリアルに変わる、勝ち越せないようだったらもう1回基礎用語とかテクニカルを見直す、こういう風にしていけばいいんじゃないかなと思いますね。はい、以上でございます。それでは補助線の引き方ちょっとねやってみましょうか。また別の動画でお会いしましょう。